強いて言えば、俺かな。ディッテリディッテッテリ。もう、もう13回目ですよ、グレーバイさん。始まりました。そうですよ。はい、じゃあ、乾杯、乾杯ですね。乾杯、乾杯、はい。はい。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。今日はね、今日は、暑かった。今日は庭の手入れをしたんですよね。庭の手入れをしてね。すごい頑張ったよ、俺。はい、あと地域の。はい。あ、そうだそうだ。地域の清掃。地域の、はい、そうそう、あの、春の、はい、三河運動みたいな。道武神って言うんですけど、それは。あのね、俺の実家の方では道武神って言うんですよ。はい。こっちは何？こっちはね、春の清掃。あ、清掃。そうなんですね。頑張る、頑張りましたね。はい、地域は、地域の担当。はい。で、こういう、あの、で、それを一通り終わったら、はい、この自分の庭仕事。はい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 。すんごい綺麗になった。すごい良い仕事した。でも、すごく時間もかかりましたもんね。さっき、そう。で、さっきもう、せっかくだから見たいと思って、はい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 、はい。パッと見に行ったら、はい、真っ暗で、もう何もわからん。まあ、まあ、いい仕事したんだろう。でしょうね。まあでも結構、おしゃれですよね。ちょっとね、ちょっとね、あの、そこにあった木を、はい、あの、こっち植えたんだよ。はい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 。植え替え殿下の植え替えです、ね。結局、開けたら入り口の方に。はい。いや、あまりにも、はい、ま、あの、何もなさすぎじゃない。はい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 。で、そしたら、それさっき忘れてて、はい、人が立ってるかと思ってびっくりした。お、うわ、みたいな。でも、ありますよね。なんか、そういうのありますよね、人が。僕は、一番思って、いつも、びっくりするのは、うちのあの、居酒屋の部分あるじゃないですか。はい。あそこの入り口の時に、あの、レイが、うちの奥さんが、うん、あの、マウンテンハードウェアの、レインウェアを、かけてるんですよね。うん。で、それ僕寝てるじゃないですか、違うの。二段ベッドで。うん。パッて見たら、おっと思うんですよ、いつも。人がいるみたいな。もう何回もですよ。おいって。ドキッとするよね。ドキッとする。しかも窓の近くなんですよね。俺はうなされるわ、と思って。うん。びっくりする。まあ、そんなこんなで。そんなことで。じゃあ、暑い日に。暑い日に。暑い日に、いい一曲は一曲目は、じゃあ、はい、ですか。キャラメルノイズで。で、スモーク。です。はい。これでもあの、僕もこれ、その、タバコを、まあ、吸わないでみたいな、
今日も、今日も済んだ、みたいな。そうだね。本当に好きで。あ、これね、この言われてる男が、はい。ギターで先週あったんだけど、はい。知ってたな。どうなんですかね。お前知ってんじゃねえかよ。はい。まあ、まあ、これ、まあ、それはまあ、ここだけの話で言いましょう。まあ、趣味ですからね。趣味、思考ですから。うん、はい。まあ、あれですよ、今、これ、生姜焼き、これなんか牛丼っぽい味ですけど、何ですかね。牛丼ですね。牛丼の味に、でもこれ豚肉だけどね。あ、豚丼なんですね。え、まず何ですか、これ。なんか肉盛りです、肉盛り。それに、さっきのバーベキューの牛タンを入れたんですよね。新しい味の。牛タンとは新しい味の発見の旅立ちですよ、これ。しかも、肉だけ。肉だけ。何の野菜もない。どんだけ肉が好きなんだ、ブヒーっつって豚が。本当ですね。ビギュームがもう落ちてますよ。うまい。うん。ちょっともう一曲サクッと紹介しておきましょうよ。うん。じゃあ次はね、はい、ほらね、ちょっと待ってよ。はい。まあすごい、牛タンが噛み切れない。そうですね、しょうがないですね。じゃあ僕その間話で繋いでおきますよ。そうですね。はい。だからなんかさっき僕たちスライを聞いたんですよね。スライ。アンドファミリーストーン。前回の流れでね、流れで。すげえいいな。こういう曲もあるんだね。なんかその、あれってすごい個性の、なんかこう、合併作っていうかこう、急に、そんなに上手いんだ、歌だっていう女の人がコーラスだったり。なんかドリームガールっていう僕はもう、クレバスはさっき見てないって聞いてたんですけど、ドリームガールっていうのがビヨンセが出てた映画があって、それもなんかそういうような感じなんですよね。まあ、わかんないですけど。そういうので。で、2曲目をですね。ありがとう。ケンちゃん、食べ終わった。はい。で、次はね、去年ぐらいに惜しくも解散しちゃったんですけど、はい、そのバンドでファーマーズっていうのがいて、そので、めっちゃかっこよくて、農民たち。農民たち。農民なのかな、はい、屋上、うん、まあいや、そうそう、そんな感じ。まあそういう感じですね。その人たちの曲を、はい。お願いします。はい。ファーマーズででね、あ、それで、はい。顔っていうアルバムだったんだけど、はい、顔ってアルバムで、はい、誰かに貸したってやつですよね。そう、誰かに貸したか、はい、誰に貸したか分かんないんだ、はい、けど誰かに貸した。誰かに貸してるはずなんです。家にないんです。はい、その人たちはですね、ぜひですね、心当たりある方は。心当たり、ハウスハウスに持ってきてください。そしたらですね。今日俺に貸してくれたんだけど。そうです。ハウスハウス、ここに来れますか、まあ、だって、多分友達に貸したんだと思うんだよね。あ、はあ、そうなんですけど。全く記憶ないんだよ。はい、でもそれが、よくにございません。そうしたら反対。そう、田中真紀子。誰が誰だか。また田中真紀子がそんなに消費税反対じゃないし。それね、しかもね、消費税反対の人で田中真紀子じゃなかったんだけど。あ、あれですか、社民党の、あ、土井孝子。土井孝子です。土井孝子です。まあもうすでにすごい、はい、もう十何年前くらいの、まあね、ちょっとごめんなさい。ね、でもまあ、もし、クレバイスさんちが分かんなかったら、ハースハースっていうご電話に巻きストーブの店があるんで、そこに持ってきてくれたら、そうですね。ですね、小さなポケットティッシュを、お願いします。プレゼントしますので。駅前でもらったポケットティッシュを。ぜひ、恥ずかしがらずにですね、来てください。レクシフル紹介ですね。ファーマーズで。ファーマーズで。1曲目だったな。感情メーターゼロって歌で、お願いします。ありがとうございます。
結構そういうスタイルあるんだけど。なんでですか？一本のギターでアンプ二つだ。だからね、多分一つはすごく、ベースの音を出してるとか、そういうことで使ってるのか。そういうことです、ね。すごい音を扱ったからさ。はいはいはい、はい。わーと思って、今ってこういうのが流行りなのかなぁ。ああ、なるほどですね。で、でもとにかくね、それよりも、今の曲一発目でそのライブ、はい、確かに、ね。はいはいはい。かっこいいなと思って。はい、これよりもってことですか？いや、これ今のやつを、ライブで聴いちゃうとね、はい、ライブがいいんですね。ライブ、もうすごかったね。はい、で、それで、結局の曲良かったから CD 買いますって買ったわけよ。はいはいはい、はい。うわ、売ってくださいって買ったの、その場で買ったんだけど、はい、その CD が今手元にないわけ。ない。なんでかっていうと、なんでかっていうと誰かに貸したんだと思うんだけど、記憶ないから、ひょっとしたら貸してないかもしれないんだけど、はい、とにかく、家中探してもないんだよ。はいはいはい。まあ、じゃあまあ、結構そういうのがね、はい、多いんだよね。なるほどですね。いろんな人に貸しちゃって、何なんだかわかんない。まあだから、いい音楽を人に紹介したいって思ってたのは、このラジオの時じゃなくて、前からなんですよね。でもラジオだったら、クレバさん最高ですよ。だって CD なくならないですもん。まあね。CD 貸さなくていいじゃないですか。そうです。これ自分が好きな曲があって、紹介するじゃないですか。これ聞いてよ。聞いてよ、貸し上げるからさ、CD 貸すと、帰ってこない可能性ありますけど、CD、聞いてよ。これで流れてるからさって言えば、もう買え、もう絶対これからなくならないし。CD 買ってくれよとかね。買ってくれよ、そうですね。いいと思ったら買いなくてないですね。せっかくだからもう一曲聴いてみましょうか。あともう一曲ね、すごく良かったのがね、はい、このアルバムで少年って曲が良くて。ファーマーズで少年。少年よ、今はこれでいいの。今は一人たくないんだ。少年よ、明日は笑っていいの。僕の中の少年、昨日の僕は全部嘘で、生きること嫌になって、少年は空色の瞳で
よ今はこれでいいの今は一人たくないんだ少年よ明日は笑っているの僕の中の少年僕の少年思い出してくバンドとは思えないですよね。お祭りあるんだよね。なんなんだろうね。そういうのもあるんだけど、はい、音、やっぱね、曲がいいっていうか、あともうハーモニーとかコーラスとかね。そう、大好きになっちゃって、本当にライブで。はい、かっこいいバンド見つけちゃったなって、はい。すごいですね。レコーなんかこと欲しい。くださいって言ったら、その、まあ、クリアしなっちゃうけど、CD がね、ちょっとね、その場でなんで俺サイドもらえなかったのかな、みたいな。だその CD、あったのかな、やっぱりちょっと覚えてないけど。はい、とにかくそれをで、CD、サインしてほしいから、はい、CD 返してください。はい。CD、そうですね。CD にサインしてほしい。まあ、そうですね。でも、ね、今彼らは、その、解散しちゃったみたいなんだけど、はい、だから。まあ、でも、こんだけ、あれだったらやりますよ。ね。またやりますよ。今度、ね、どんなのをそれぞれやるのか。いきなりファンクとか行くかもしれないですけど、でも、そしても、その、ベースグラウンド、バックグラウンドがあるんで、やっぱりいいものを出しますよ。聞いてみたいです。聞いてみたい。必ず聞いてみたいですね。ということで、パーマーズでした。はい、まずでした。次は、どうしましょうね。その前にね、はい、すごくさっきから聞き合ってるのが、はい、さっき焼いたこの生姜焼きが。何だったんですか、この味は。これがね、確かにさっきケンちゃんが言った通りに。生姜焼きじゃないですよ、いや、生姜焼きの、生姜焼きの素を俺はつけて、はい、あの、それから、しばらくつけてから焼いたから。はい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 、はい。ただ、ただ牛丼ですよ。牛丼確かに。吉牛。吉牛ですね。まあ、吉牛っていうやつ、好きに近いです。あとね、中ウニも似てる。中ウニは似てます。これでもね、はい、今確認したんだけど、やっぱね、はい、あの、厚みの豚とか書いてあるよ。あ、いや結構、あの、プレミアム豚ですね。そう、わかんないけど。なぜか牛丼っぽいよね。うん。言われてみると、ね、言われてみると牛丼だ、これ、はい。だから逆に言うとだね。これあれ、あれだよ。吉牛も、中牛も、あれ、豚丼なんだよ。味がってことですね。違う、あれ、味じゃない。豚丼、だってこれ豚肉でしょ。はい。豚肉だけど、あの味はしてるわけでしょ。はい。ってことは、これ豚肉なんだよ。いや、そんなことないと思いますよ。騙されてんの？そんなことないです。でも僕、よし、やっぱり、僕本当に申し訳ないんですけど、中尾も大好きだし、いろんなとこ行くんですけど。俺も好きだよ。やっぱり、よし牛が牛丼としては一番大好き。牛丼食べたいなと思って、他の店に行くことは絶対ない。牛丼食べたいなと思ったら、絶対よし牛に行きます。俺ね、あのね、結構ね、なんだかんだ言って、好きやの、あの、カレー牛みたいなのが好き。何ですか、それ。カレーの中に、はい、牛丼、あ、はい、カレーの中に、その、牛丼とか牛肉がトッピングされてるみたいなのがあって。それ僕じゃあもう今度食べてみよう。ちょっと言ってみるよ。あれね、あとね、あれも、スキヤですね、ほら、すき家も、すき家はそれで、でね、もう一つあるじゃん。松屋。松屋。そう、はい、松屋もいたのあるわけ。名前がちょっとわかんねえな、はい。松屋の方がダメなんですか？いや、どっちもうまい。要はさ、カレーってさ、はい、美味しい。日本人みんな好きじゃん。はい、本当ですね。だからやっぱりね、間違いないんだよ、はい。ずるいよね。だって、言ったら、そればっかり食べなくなっちゃうからさ。でも僕思うんですけど、日本人って、すごく、インドとかスリランカとかのことが好きなんだなと思うのは、あの、
カレーが好きじゃないですか。日本人ぐらいですよ、そんなカレーばっか食ってんの。ラーメンとかなのかな。あんまりカレー食わないと思いますよ。俺そう、最近どっかの国ですっごいラーメンが入ってるって聞いたけど。まあ、フランスとかですね。フランス？結構、で、フランスとか、まあ、その各国で流行ってるラーメンは日本のラーメンなんですよ。だって中国のラーメンスープないんですよ。え、どういうこと？中国のラーメン、中国が発祥じゃないですか。油、なんだかみたいな。違います。あの、だからラーメンっていうのは、スープスタイルヌードル。普通、中華料理行くんじゃないですか。あ、日本で中華料理行っても、ラーメンは絶対スープに入ってるんですけど、あの、外国で中華料理行って、ラーメン頼んだら、スープなんかないし。スープ入ってないの？入ってない。それは厳しいよね。それは厳しいんですけど、何、どういうこと？それが普通です。麺だけ？まあ、だから、ちょっと味のついた焼きそばみたいなもんですよね。それが、ヌードルですね。焼いてないけど。ヌードルですね。それはね、だからね。でも、美味しいです。日本の料理って喉乾くんだよ、ね。わかります。でも、日本のラーメンが好まれるのは、スープにすごく。で、スープって、まあ、中国人もそれは考えてると思いますけど、日本のスープってすごい考えてるじゃないですか。急に、日本全国の人が考えてますよ。だって、例えば、フランスとか、あっちの方はブイヤベースとか、もう決まってるじゃないですか。フランス料理なんしたらね、はい、やっぱり、ね、だけど、日本のラーメンのスープは、庶民レベルでみんながこっちした方がいい、こっちがした方がいいっていうのを考えてるぐらい。でも、インドとか、カレーの国でも、結局、カツオだしっていうことですよね。魚を食わないじゃないですか、ヨーロッパ人があんまり。まあ、スペインの人はタコを食うとか、なんかいろいろあるらしいんですけど、こういう人は食うとか。例えば、まあ、アンチョビっていう、カタクチイワシの文化とかもあって。アンチョビね。はい。アンチョビね。あ、ないない。ああいういろいろ文化がそういうのがあって、うん、で、その中で、まあ、そのカレーっていうのは、ちょっと一種独特ですよね。だから、日本人の好きなカレーと、その、インド人が毎日食ってるカレーと違うのかもしれないけど、カレーっていう言葉はまずないですよ。カレーっていうのは、イギリス人がインドを占領した時に、うん、カレー、あ、美味しいね。それを、これなんて料理なのって聞いたんですよ。そのカレーを見て。そしたら、カレーだって言ったんですよ、インド人が。じゃあ、単純。それが食べ物って言うんですよ。あ、カレー、そうなの？カレーは食べ物って言うんだよ。本当に？はい。これ間違いないです。美味しんぼの知識ですから。ちょっと待って、美味しんぼでそんなとこあった？ありました。で、それをイギリス人がカレーってこう広めたんですけど、で、カレー粉っていうのは、じゃあそのインドとかスリランカにってあるかって言ったらない。あ、それは知ってる。それは美味しんぼで確かにあった。あれは覚えてる。それで、それがガラムマサラっていう。で、ガラムマサラっていうもの自体も、その、いろいろな調味料を、まあ、適当に合わせて、ターメリック、カルダモン、シナモン、クミン、まあ、いろんなやつ、調味料合わせて、もう、ある程度これ美味しいですよ、味の素みたいな。味の素とは違うと思いますけど。まあまあ、いろんなね。その状態にしたのを、一応、そういうふうに、ガラムマサラっていう名前にしてるんですよ。なあ、まあ、話をまとめると、はい、まあ、カレーっていうのは、要は、イギリス人が、これ何これカレーっつったからカレーになったって話だね。そう。OK。そういうことです。じゃ次の曲は、はい。やっぱ同じくね、はい、CD が見当たらなくて困ってる、はい。やつらの、はい。ファーストアルバムで、はい。Let's Play の、君は誰という曲をお願いします。OK です。じゃあ、必ず CD を返してください。Let's Play です、はい。お願いします。白くなれ。
それは僕本当にですね、最近すごく言われるんですけど、多分みんなインターネットで、あ、いいなと思って買ってると思うんですよね、何でも商品を。まあ、僕もそれでも多少はあるんですけど、例えばうちの店に来て、これうちの店に来て話になっちゃうんですけど、とりあえずちょっと今の曲は、はい、レッツプレイの、はい、君は誰っていう曲 で、 そうです。で、この後のアルバムが、はい、名曲がすごかった。はい、ね、そういう話、はい。大丈夫、全然大丈夫です。すごく名曲の、はい、もうめっちゃ期待歌があって、はい、これがなくなっちゃって、なくなっちゃって、はい、ロストしちゃって。どっかに、か家のどっかにあるのかなと思って、はい、あればね、探しますけどね。で、誰かに貸したかな、はい、貸した記憶が全くないんで。まあだから両方でいいんじゃないですか。うち、この久留米さんとの家を家探しするのも一つの道だと思う。あとは、他の人誰か借りてねえかと、ね、最悪借りてねえかっていうのもあっていいんじゃないですか。俺ね、いつかね、はい、このりょうくんってボーカルの彼、はい、ちょっとあれなくなっちゃってさ、はい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 、ちょっとまた今度ちょうだいよって、はい、ちょうだいとか売ってよみたいな。買えばいいっすね。そう、言ったら、はい、あれ今ね、どうなっちゃってんのかなみたいな話になって、はい、本日も分かってないみたいな。あ、なるほどですね。手に入らないみたいな。手に入らない。やばいっすね。で、ちょっと前に、我が家に会って、はい、話したら、はい、あれね、俺持ってるんですけどね、どこにあるかなみたいな。貸す気なしみたいな、ね。あ、なるほどですね。貸す気なし、はい。それはあれ、キャラメルノーズのギターの人ですよね。ギターの我がね。ボーカルの人と結婚したという。そう。はい、バンド内恋愛の。貸してくれ。誰かちょっと本当にそのアルバムすごく良くて。はい。どこにあるのかな、不思議だな。もうそれで、はい。何でしたっけ、手作りの話。手作り。その、だから、その手作りの曲っていうのは、やっぱりその、例えば、まあわかんないですけど、それアンチってわけじゃないですけど、まあ例えば僕も、やっぱりその、桃色クローバーとか、モーニング娘。モーニング娘はもうないか。AKB48 みたいなの聞いて、聞いたらなんかそれなりに聞こえるじゃないですか。けど手作りじゃないんですよね。完全に、なんか例えば僕たちが、じゃあ二人でなんか曲作りますよ。バンピツですって言った時に、僕たちの曲を作りますよ。それはディスるところもすごく満載だし、例えばこここうした方がいいんじゃないのとか、例えばドラムもっとこうじゃないのとか、ボーカルの音がちっちゃいんじゃないのって言われての音楽だと思うんですよ。けど、あいつらは、一応聴けるように適当に作ってくるから、それ聴けますよ。でも、それをみんながもう聴き飽きた。っていうのがあると思うんですね。わかんないですけど、まあ、好きな人はもう好きでも全然構わないですけど、聴き飽きた人にとっては、なんか僕がやってるラジオとか、例えばこの中で紹介してる曲っていうのは、もしかしたら突っ込みどころ満載かもしれない。満載かもしれないんですけど、でも聴いたらやっぱりいいんですよ。で、僕みたいに、僕はクレバイさんと本当に違うなと思うのは、音楽知識が全くない。で、俺全然ないよ。僕は知れば知るほど、クレバイさんは本当にいろんな曲を聴いてるんですよ。いろんな曲を聴いて、自分の中で、例えば取り入れる、取り入れない。これはダメだなとか、これはいいな。でもそこにすごく素直なんですよね。ただ、俺は、AKB 大好き。本当ですか？聞いたことないですよ。聞いたことない。まあ、それはそうですね。でも、はい。かわいいよね。そこか僕はわかんないですね。いや、かわいいよ。誰が好きなんですか、グルメさん。おしゃれとかあるんですか？あのね、はい、篠田なんだから。え？あ、篠田麻里子。うん。りょくちゃんにそっくりな女の子ですね。ちょっと待って。篠田麻里子とりょくちゃんはそっくりだって言うと有名なんですか？名とか。うん。篠田麻里子とりょくちゃんはそっくりだって。篠田麻里子って、おかっぱの。そうです。りょくちゃんは、マリコ様って言われてんだから。あ、じゃあ、ああいうタイプですね。いや、なんかね、なんだろう、かっこかわいいな、みたいな思うんだけど。あとの子はね、でもね、俺ね、あとね、前田敦子やっぱね、最近かわいいなと思う。本当ですか？昔は何度も思わなかったけど、本当ですか？ちょっと前に、なんか誰ですか？なんかね、ヤフーのとこで、はいはいはい、ニュースに出て、はいはい、なんかね、そうしたら、なんか、金太郎だかって人が僕に来て、はいはいはい、もう金太郎、僕、金太郎が大好きです。AKB より金太郎の方が好きです、僕。で、そのモノマネされたのが、はい、すごく嬉しいですって言ったって、はい、あ、本当ですか？で、すごくね、あのね、あ、
いい人だなって。そう。クレヨンとすぐ信じちゃいますからね。嫌いなの分かんないですけど、僕は。いや、でもいい。だから、すごく好きなんだなと思ったんです。はい。はい。モノマネしてくれて。はい。で、その話聞いたらなんか、ね、はい、好きになっちゃった。ちょっと、いいなと思って。あ、なんかすごくいい子なんだなと思って。はい、まあ、でも、ぶっちゃけ、みんな可愛いじゃん。そりゃそうですよ。芸能人だよ。そりゃそうですよ。みんなだって間近で見たらほんとびっくりするぐらい可愛いと思いますよ。ね。はい。ただ、あだこうだ、ごめんなさい、ごめんなさい。あだこうだ言うけど。曲は、曲、これとかで聞きます。はい。でも俺、モーニング娘。知ってるよ。ラブマシン知ってる。モーニング娘。ってまだやってるんですか？やってるでしょ。本当ですか？曲の方です。それはもう僕も。まあ、まず同じかな。はい。そうですね。厚の木、わかんないですけどね。ラブマシン。最後の、すごく。モーニング娘。は、ウォー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 ですよ。ちょっとだいぶ酔っ払ってきちゃった。だから一番いいですね。じゃあ、あのですね。次の曲行きましょうか。また、この酔っ払った時に聴きたくなる、またズブロッカーズいいですか？ね、酔っ払うと必ずズブロッカーですね。でもあれは。ズブロッカーズ大好きなんだよ。はい。わかります。あのね、わかめラメの歌。前聴きたくて聴けなかった。あるんですね、今回は。お願いします。わかめ、ズブロッカーズで、わかめラメの歌です。はい。ようこそ、よくいらっしゃいました。ここは人里離れた、ちょっとおしゃれなラーメン屋です。わかめラーメンの好きな人は皆いつもここに集まってくるのです。そんな中に彼もいました。彼もまたここにわかめラーメンを食べに来た一人でありました。彼が何っていうわけではないのです。彼の頭の毛が薄いっていうわけではないのです。ただの頑固な人かと思うかもしれませんが、それが彼なんです。僕が年を取って彼に追いついたとしても、決して彼にはなれないでしょう。皆彼を忘れたとしても、僕は決して彼を忘れないでしょう。もし彼を忘れそうになった時、そんな時はわかめラーメンを頼んで、そのわかめラーメンの湯気に包まれればいいのです。そんな時はわかめラーメンを頼んで、彼のように食べればいいのです。彼はまた間違いだらけで生きてきたのです。そしてまた間違いだらけで友達と出会ってきました。しかし今でもその友達と連絡を取ったでも、その友達と連絡を取った間違いから始まった付き合いを彼はとても大切に、間違いから始まった付き合いを、わけのわからないことを言いたくなるであります。そんな時彼はわかめラーメンを食べるのだとなる。あの人が食べてるわかめラーメン、あの人が
とんため息で埋め尽くしたい心にする地味変となかれたま情緒不安定のなすがままに Why? 満月の夜は海の上の空の下無事で涙サウンドストーンバックに他の茶髪野郎とメロが愛し合ったり僕ら邪魔したりI'm